チャイヤー軍は、タイ南部、スラートターニー県にある軍の一つ。チャイヤーは、サンスクリット語のジャヤに由来する言葉である。ワット・プラボー・ロマターとチャイヤーは、シュリービジャヤ王国の時代から都市として繁栄していた、タイで最も古い町の一つであると言われる。一部では、シュリービジャヤの首都そのものではないかという意見も出ているが、これには、幅広い否定の声がある。しかしながら、 チャイヤーがその重要都市であったことは間違いないという点では、指揮者の意見は一致している。ワット・プラボーロ・マタートには国立博物館があり、その時代の文物が展示されている。その後、アユタヤ王朝時代、ナコオン・シー・タン・マラート王国に基準。ナコオン・シー・タン・マラートの十二市の都市の一つ。つまり、十二の主要都市の一つとして機能した。 トンブリン王朝時代の1769年にタークシンに基準。1785年、ラーマ一世のビルマの攻撃で町は壊滅し、現在のプムリエンに町が移動した。1896年ラーマ五世はダムロン神皇の震源を入れて、プムリエン県、カーンチャナディット県、チュムポーン県、ランスワン県、カムグートノッパクン県を合わせたモントンチュムポーンが設置された。 1899年、ダムロン親王は再び進言し、プムリエン県とカーンチャナディット県と融合しチャイアー県と呼ぶことを決定した。翌年、バーンドーンと呼ばれていた場所に軍の会計所が設けられた。ラーマ6世の治世の1915年には、バーンドーンと呼ばれていた地域は、スラートターニー県と名を改め、チャイアー軍も昔の故障、プムリエン軍に改められた。しかし、 後にまた、ムアンチャイヤー軍と呼ばれることになる。その後、1938年、ムアンの称号を県庁所在地に飲みつける習慣が定着し、ムアンチャイヤーからムアンが取れ、名前がチャイヤー軍となり、県庁所在地もスラートターニーに移動した。また、チャイヤーには、プラプッタタートと呼ばれる仏教改革を行った層がいた。彼は、チャイヤーにある寺院。 ワットモーカーパララームの層として知られる。東はタイランド湾に面した地域にあり、西はプーケット山脈と呼ばれる山岳地帯である。アクセスはできないが、西部の山岳地帯はケンクルン国立公園を有している。交通は国道41号線が南北に走っており、北はチュムポーン方面、南はスラートターニー方面と通じる。また、同様に、 大国鉄も南北に走っている。軍内の主要な産業は農業でパラゴムの木パームやし、果物などが生産されている。また、地元の名物はカイケムチャイヤーと呼ばれる塩卵が有名である。チャイヤー軍は9の田んぼんに分かれ、その階に54の村が存在する。また、軍内には2つの低差バーンが存在し、以下のようになっている。以下は、 軍内のタムボンの一覧である。ありがとうございます。